こんにちは、エドワードです。4月22日、今日は雨ですね。昨日に比べるとね、やっぱ雨降ってるからそこまで暑くないですね。昨日暑かったですね。 35.4 度、そして、ね、湿度が 53% ですね。感染者数の更新は毎日夕方になりますので、下をご確認ください。今日のニュースの情報元は PTV、GMA、ABS、CBN、CNN、ビスコモールの主張の YouTube チャンネルからになります。今日のヘッドニュース、大統領はもしフィリピンでワクチンを作ることができれば1000万ペソを賞金とすると発表しました。現在ね、メトロマニラで封鎖レベルが強化されています。メトロマニラ内には兵士がね、増員されていますしね。ケソンシティでいうと94のバランガイが強化されています。しかもね、これにはうちのバランガイも含まれてるんですよね。うちってね、そんな高級なところでもないので、近所ね、普通にスラム街なんかもありますからね、まあしゃあないですよね。外出用のね、パスがなくて外出した場合は逮捕されるんですね、封鎖レベル強化中はね。でもね、うちにはまだね、外出用のパスが来てないんですよね。その場合はどうなるんでしょうね。でね、ここら一帯の人たちもね、外出用のパス持ってないんでね、ちょっとどうなんでしょうね、これはね。ちょっと逮捕されたらえらこっちゃです。そしてね、カビーテのトレスマリアスでは市長がフィリピン軍にヘルプを頼みました。このね、トレスマリアスでは市民が外出禁止にね、あんまり従ってないようですね。なのでね、フィリピン軍がこれに加勢するそうですね。このね、トレスマリアスでは外出用のね、パスを持っていても身分証がない人はね、逮捕されます。これはね、他人のパスを使って外出してる人がね、現在たくさんいるからだそうですね。そしてね、カビーテ州では現在トータルでね、2万5000人がこれに違反しています。そういうこともあってね、市長は今回軍へヘルプを頼んでいるんです。そしてね、マリラシティではブルミントリット市場で軍人を立たせています。今までは警官でしたが、市民がね、警官に舐めたことをしてたりするようで軍人にしたようですね。これをね、見た市民は、まあ、ちょっとビビりますわね。もう軍人や言うてね、まあ、これでね、外出禁止の大切さをね、市民に知ってもらいたいわけですね。まあ違反せんかったらね、彼らも別に何もしませんからね。パサイシティのバランガイ178で完全封鎖がされているようですね。そこにはね、40人の軍人が囲っています。この辺りの人もね、こんな状態でもね、外出したり外でね、近所の人とお話ししたりしているようですね。そしてね、 RITM というテスティングセンターで40人の研究者が感染したと昨日お伝えしましたね。そこでね、最初に感染した人の感染経路が分かりました。彼がね、感染したのはこのテスティングセンターじゃなく、彼の住むバラン街で感染したようでした。彼は症状もなかったので感染に気づくのが遅れて40人に感染してしまったようですね。そしてね、この施設で働く790人の人が検査を受けまして、現在検査結果を待っています。そしてね、マンダルーヨンシティのメディカルセンターという病院で医療従事者が60人感染しています。ドクターとかナースとか、まあ、病院で働く人たちですね。現在ね、この病院では緊急以外は受け付けていません。そしてね、同じくマンダルーヨンシティの刑務所で感染者が出ました。ここはね、女性専用の刑務所で19人が感染して、刑務官が1人感染してしまったようですね。でね、73歳の女性が最初に感染したようで、症状も出ているようです。それでね、マンダルーヨンシティとパシフシティの病院へ入院をしようとしましたが、もういっぱいでね、入れなかったようで、マニラシティの病院が彼女を受け入れてくれたようです。そしてね、残りの18人の感染者は症状はないようなので、マンティン・ルーパーの、ね、刑務所へ送られました。マンダルヨンシティの、ね、刑務所は小さいらしくてね、隔離する部屋が少ないらしいです。で、マンティン・ルーパーの刑務所はフィリピンのメインの刑務所になりますので、かなり、ね、広いようですね。隔離できる部屋自体も、ね、たくさんあるようです。そしてね、感染経路については現在調査中です。いや、これね、ケソンシティの刑務所でも感染者出ましたからね、ああいうとこなら安心と思ってましたが、そうではないようですね。パシフィシティにあるフィリピンスポーツアリーナのリノベーションが終わりまして、
感染者の収容が可能になりました。ここでは132のベッドがあるようです。現在はね、テスト中で、これが終われば来週からね、感染者の収容ができるようになります。ビコソト首相もここを訪れて、本人が入念にチェックをしていました。そしてね、ラグーナ州の町では自宅隔離者の検査が行われています。そしてね、そのラグーナのカランバでは、検査が終わった人が手にね、こうブレスレットのようなものを巻かれます。これはね、検査結果が出るまで、これはね、外しちゃいけないし、まあ、簡単には外せないものなんですね。そしてこの間は外出もしちゃダメなので、外出したらね、腕にこれ巻いてるので、すぐに分かってしまうわけですね。そしてね、違反した人にはペナルティが課せられます。そしてね、ラグーナのパンソールでは、この辺はね、リゾート地なんですね。まあ、あの温泉とかそういうのがあったりするんですよ。この辺りにある大きなリゾート施設を感染者の隔離施設でリノベーションするようですね。この隔離施設はね、現在ね、足りてないようなのでね、こうやってね、民間も協力してどんどん作っていくべきですね。そしてね、エドサとかロハスブルバードなんかの大きい通りがこう何箇所かね、工事に入るようですね。これはね、今交通量も少ないのでやりやすいですし、工事に携わる人もお金を稼ぐことができるようになりますね。そしてね、ケソンシティの UP の近くのディリマンでは、400人の工事関係の人とか建築関係の人たちが路頭に迷っています。彼らはね、ケソンシティの住民ではなく、田舎の方からね、出てきた人たちなので、家もないし帰れないしで、ね、ケソンシティからの援助もないんですね。何人かの人たちは UP の学生とか、その近所の人たちとかから援助してもらったりしているようですよね。なのでね、 UP が政府やケソンシティに彼らを助けてやってほしいと頼んでいるようですね。そしてね、レイテのサマールでは3人の感染者を出していましたが、1人は回復したので、現在はね、2人だけのようですね。このサマールでは感染者が増えていませんので、近々ね、 50% の人たちを働かせてみるようですね。これはまだ検討中の段階のようですが、少しずつ元に戻していこうとしているようです。そしてね、マニラシティでは492人が感染しています。そしてね、一番感染者を出しているサンパロでは106人に増えました。このね、サンパロは明日から完全封鎖されます。この完全封鎖は48時間されます。これにはね、警官だけでなく軍人も加わるようですね。そして昨日までの自宅隔離者の検査数がトータルで2155人になりました。そして昨日は9610個のフードパックをデリバリーしました。昨日、イスコモールの市長は老人へね、お金を給付したとお伝えしましたね。でもね、12のバランダイが給付するお金を取りに来ていないとお伝えしましたが、10のバランダイリーダーが取りに来たようですね。そしてまだね、2つのバランダイリーダーが取りに来ていないようです。イスコモールの市長は、頼むから早く取りに来てくれと訴えていますね。そしてね、この老人への給付が終わりましたら、次はね、障害者と学生への給付が始まります。すでにね、そのお金をもらえる人のリストも上がってきていて、障害者の人は4681人の人が対象のようですね。そしてね、総額で702万1500ペソが彼らに給付されます。まあ、日本円で言うと1500万円ぐらいですかね。そしてね、学生は2680人が今回の給付金をもらいます。これの総額がね、964万9000ペソが学生たちに給付されます。まあ、日本円でいうところの2000万円ぐらいですね。数がね、学生の方が少ないのにもらえる額が多いというのは、人によってね、こうもらえる額っていうのが変わってくるかららしいですね。そしてね、イスコモリの市長は毎日ね、こうやって何をやっているか、お金は何に使っているかなどをね、しっかりと公表しています。こうやって見るとね、マニラシティの市長になって、そのお金をね、いろいろとね、してきた歴代の市長たちっていうのはかなりいい思いをしてきたんでしょうね。そういうのもあって返り咲きたいんでしょうね。まあ無理でしょうけどね。そしてね、このイスコモールの師匠の YouTube チャンネルの登録をお願いします。彼はね、ここからの収益をマニラシティのため、そしてね、市民のために使います。今までもこれからもそうです。そしてね、彼はマニラシティを変えるでしょう。最近はね、 Facebook でライブ配信なんかもやっております。なのでね、あなたの周りのフィリピン人にも教えてあげてください。
彼らこそがね見るべきです。彼のね YouTube チャンネルのリンク先、 Facebook のリンク先はね下に貼っておきますんでね、よろしくお願いしますね。そしてね僕はね彼のこのイスコモリの師匠の紹介動画も作ってますんでね、こちらもねよろしかったらどうぞ。それではまた明日、お後がよろしいようで。